マンチェスターはアメリカ合衆国バーモント州ベニントン郡の町であり、ベニントン町と共に同郡に2つあるシャイアータウンの1つである。人口は2010年国勢調査で4391人だった。町の中に法人化された村であるマンチェスタービレッジと国勢調査指定地域になっているマンチェスターセンターがある。マンチェスターは特に ニューヨーク州やコネチカット州からの観光客が訪れる場所となっており、ブルックスブラザーズやラルフローレンなど全国的小売チェーン店や地元で所有するアメリカでは著名など区立系書店であるノース社やブックストアなど多くの小売店のアウトレットモールがある。1913年のマンチェスターマンチェスターの街は1761年に ニューハンプシャー植民地総督ベニング・ウェントワースが認証したいくつかの町の一つだった。ウェントワースは新しい町に当時のイングランドで著名な貴族の名前をつけて、その人が町に被護者としての興味を持ってくれることを期待しているのが習慣だった。ウェントワースは第三代マンチェスター公爵ロバート・モンタギューにちなんでマンチェスターの町名をつけた。 最初の入植は1764年の頃であり、1784年に町の区割りが決められた。土地は工作よりも牧畜に向いていたので、1839年には約6000頭の羊が牧場や丘陵をうろついていた。その他の産業としては鉄鉱石の採掘、大理石採石場や製粉所があり、製材会社もあった。 ニューヨーク市のような工業都市から鉄道が開通し、マンチェスターは歴史的な建築物や山間の美しい景観があったので観光客が訪れるようになった。南北戦争の後、街は裕福なリゾート地に発展し、今日まで続いている。1812年から1819年、アメリカでも最初の不正な有罪判決殺人事件と言われる、ボーン。 コリン事件で有名になった。この事件に関してはいくつかの著作が書かれ、現在も研究の対象になっている。オービスは家族経営の小売店であり、高級なフライフィッシング、狩猟、スポーツ用品に特化したメールオーダーの事業を行っている。1856年にチャールズイオービスが釣り道具を販売するために設立したものであり、 国内でも最古のメールオーダー小売業となった。バートンスノーボードの設立者、ジェイク・バートン・カッペンターは、マンチェスターにあった自分のガレージでスノーボードのデザインを完成させた。この会社は1992年までマンチェスターで営業を続けていたが、その後バーリントンに移転した。町内には、州が認定する、歴史地区が3つある。ハイランドアベニューとエルム通りにある、 デポ地区、メインストリートの北にある、ボンネット通り、およびメインストリートそのものである。マンチェスターは、ベニントン郡の北中部にある。東には、グリーン山地、西には、タコニック山地に挟まれている。タコニック山地で最高峰であるエクイノックス山は、標高が3850フィートあり、町の西部に位置している。町内には、バッテンキル、ライブルック、 マンソンブルック、ブログリーブルック、ボーンブルックが流れている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は42.2平方マイルであり、このうち陸地42.1平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.29%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ロバート・トット・リンカーンの別荘、ヒルデン・マンチェスターの街には、下記の4本の高規格道路が通っており、そのうち2本は自動車専用道である。グリーン・マウンテン・コミュニティ・ネットワークのオレンジラインバスと、マーブル・バレー地域交通地区のザ・バス・マンチェスター・ラトランド接続船がそれぞれ、ベニントンとラトランドへの公共交通手段を提供している。最寄りの空港は、 ニューヨーク州のオルバニー国際空港であり、ラトランド、南バーモント地域空港からは、ケープエアーが1日3便のラトランドボストン線を運行している。アムトラックの最寄り駅はラトランドにある。全国的な都市間、バス路線を運行するグレーハウンドもプレミアコーチのバーモントトランスラインズを介して、バーリントンとオルバニーの間をつないでいる。ベニントン郡の他の町と同様に、 マンチェスターは、オルバニースケネクタディトロイテレビラジオメディア市場に入っている。マンチェスターには、オルタナティブロックのラジオ局、ウェックックスがある。その送信塔は、イクイノックス山の南山頂にあり、そこから、コールサインが得られ、ニューヨークラジオ市場の州都圏北部と、東部電波を送っている。また、バーモント州南部、マサチューセッツ州西部、 ニューハンプシャー州南西部にも電波が届いている。バーモント公共ラジオのパートナーである WVNKFM91.1MHz もマンチェスターで免許を得ている。新聞としてはマンチェスタージャーナルとベニントンバナーがある。バーモント州マンチェスターの風景デビィット・クリントン・ブーテルが1870年。ありがとうございます。